はい、皆さんこんにちは。今回もね、オールスターバトルの、対戦リクエストマッチをやっていきたいと思います。今回もお相手はこの暗号みたいな ID の方ですね。ジャガーノートさんですね。 YouTube での名前はジャガーノートさんですね。前回は確かキラヨシカゲを使ってた方ですね。はい、やっていきましょう。おっと、バニラアイスになってる。バニラアイスか。バニラアイス。いやー、ちょっと怖いですね。バニラアイスはね、なんすか、普通の、こう、キャラ性能がそもそもいいっていうのがありますよね。なんか一人だけこう、めっちゃこう、速い。スピードが速い。ね。動くスピードが速いとか、ジャンプが速いとか、リーチが長い。普通にこう、優れてるんで、あとね、ディアボロだけかな。まあ、一部のキャラにね、足を奪ったがね、ダウン中に何回も入るとかっていう、バグ的なね、コンボみたいなのがあるんでね、ちょっとやばい、これはちょっと厄介かもしれないです。ちょっと今回ね、負けちゃうかもしれないです。本当にね、ちょっとやばい。気を引き締めていかないと、ほんとやばい、これはね。ちょっと気を引き締めないと、これはちょっとね、本当に。大丈夫かな。さあ行きましょう。よっしゃ。危な。怖い怖い。バニラは怖いっす。本当にね。おっと。おっと。よし。危ないわ、怖い。これはちょっとね、今回ちょっと、まあ、1試合目取りましたけど、ちょっとね、今までの対戦リクエストマッチで一番僕がちょっと、危機というか、ちょっとやばい状況でございますね。ちょっとバーニラアイスはね、ちょっと、本当に苦手なんでね、強いしね、バーニラアイス。やばいっす。これはちょっと本当やばいっす。怖い。うまくハマってくれてるかな。これがあるんですよね。攻撃を無効化するっていうね。おっと。おっと、蹴られますね。危ない。怖い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 。いやー、ほんとやばいっす。これね、今までにちょっと緊張しております。バーニラ怖い。ちょっとね、僕の弟がね、バーニラ使ってて、ほんとやばかったんで。よっしゃ。危ない。2試合目も取れましたね。いやー、今まで以上にちょっと緊張しております。僕の弟がね、バーニラアイス使いで、本当あれ、あのね
フルボッコっていうまではいかないですけど、本当にもうやばかったんで、エピタフがなければ死んでたっていう状況がね、本当に多かったので、こんな僕でもね、追い詰められたんですよ、かなりね。おっと、投げで割り込めた。よし。よし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 、あー怖い、もう3試合目1本目ですね。よっしゃー、3試合目取れましたね。命はもらったということで、いやー怖い。ちょっとね、本当にトラウマ的なねものがあるんですよね、ちょっとバーリアには。本当にね、このジャガーモトさんはちょっとやってこないですけど、ね、投げとか、一回ダウンを奪えばね、足をバッターが普通にプッツンして、かなり入るんですよね。それだけでもうごっそり体力持っていかちゃうっていう状況になっちゃうんですよね。ジャガーモトさんがね、ちょっとそれを使わなくて、遠慮してくれてるのかはちょっとわかんないですけど、本当にそれでね、ちょっと助かってる部分がありましたね。はい。さて、キャラチェンジということですが、誰で来るんでしょうか。おっと。やはりキラーですか。川尻ですね、川尻。川尻ね。本当に、前回は、爆破、自爆した、なんか空気弾を自分の方になんか寄せつけてなんか自爆したっていう面白いシーンがありましたよね、確か。ジャガーモトさんね、またそれを受け狙いでやってくれないかなっていう感じですよね。怖いね。いやー、やっぱジャガーモトさんといえば、川尻ですね、なんかイメージ的に。ちょっとラグったな。よし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 、危ない危ない。よしよし、4試合目ですね、4試合目取りましたね。
あー怖い。本当にちょっとね、さっきのちょっとバニラはね、ちょっと、背筋が凍るものがあったというか、ちょっとびっくりしましたね、あれは。はい、というわけで5試合目いきましょう。5試合目ね。はい。危ない。これタイミング間違えたらまた前回みたいにね、自分で触っちゃうからやばいから。おっとバカ。おっと、よし。いやー怖いですね。ちなみにジャンプ強ね、エピタフからのジャンプ強ですね、僕の場合のね、あれはもう詐欺、格ゲーマーでは、まあ、通じると思うんですけど、格ゲーマーの方にはね、詐欺飛びですね、詐欺飛びで感覚で重ねてるので、あそこに当て身とかで、ね、やっても無意味な行為になるんで、ご注意ください。はい。おっと、お、意外と当たらない。あー、そうやってしまった。これな、何が間違いないんですかね。ちょっと怖いな。あ、ミスった。よっしゃ。6試合目の1本目ですね。危ない危ない。まあディアボロのね、詐欺飛び、このゲームではこうスタンドと本体が別々にこう動くので、僕は詐欺傘ねと言ってますがね、まあ要はスタンドがね、攻撃判定が残ってる状態で本体が動けるっていう状態ですよね。その状態で重ねてるので、まあ本当にちょっとね、無意味な行為になると、当て身とか出してもね、なかなか当たらないっていうね。おっと。
今厚み出したんだけどな。ガード不能なんですか？ちょっとわからなかった。あれガード不能なんですね。なんとかね、詐欺ガサネのおかげで一挙乗り越えました。7試合目の1本目、あー、これは無理ですね、今のはね。あ、ミスった。もうタイミング微妙なんですよね、本当に。よっしゃ、7試合目取れましたね。7試合目であっただっけな、これ8試合目かな。ちょっとやばい、忘れてきてる。とりあえずまあ次で8試合目ということにしておきましょうかね。おっと、キャラチェンジということで、またバニアとかで来られるとちょっと怖いですね、ちょっと。本当に川尻とか、まあ、アテミとかね、バニアで言うと、悪いのはこの腕かとか言うね。まあ、あれもアテミみたいなもんですよね。おっと、ホルホース。なるほど。ホルホースか。ホルホースは、まあ、普通に強い、なんかその、強いって言われてますよね。オールスター界隈ではなんかその、なんかめっちゃ投げ範囲がディアボロ以上に広くて、擬似的にこう無意味な行為ができると。水たまりのね、周りをうろちょろしてるだけで、こいつもちょっと怖いっすね。あれね、おっと、これね、これ疑似バーストみたいな、はい、これ、こんな感じ。これうざいな。おっと、ウルコンが入ってしまった。もう痛い、これは痛いわ。おっ、これは本当に厄介する、これは。
よし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 。いやー怖いぞ。これはちょっと。よっしゃ、8試合目取りましたね。いやーホルホースはやっぱやばいっす。あの水たまり旦那ですよね。あれがあるだけで近寄れない。あの攻撃をね当ててても逆に返されるっていう感じですよね。あれ本当にあれはちょっと怖い本当にね。さあ9試合目いきましょう。投げたのに危ねえ、旦那が出てきた刺された、危ない危ない、やばいな、ホルホースね。よっしゃ、9試合目、危ないわ、本当に。まさに本気で怒らせたって感じですね、本当に。いや、旦那ちょっとうざすぎでしょ。あれちょっとやばいね、ちょっとね。本当にホールホース、まあ強い、まあ、強キャラ、ディアボロも強キャラですけど、本当にホールホースとか、バーニャとかえぐいもんがありますね、ちょっと。怖い。おっと、よし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 。さあ10試合目の1本目でございます。これおっと、ラグいぞ。なんか、すごいまた、ディオが乱入してくれるよ、俺。自分で何言ってるかわかんねえ。ディオ乱入してこないで。あれ、水たまりあるんだけど。あれは何？あの上を踏んだら、旦那が攻撃してくるとかって、そういうことなのかな？自分ね、まだこれでもね、わからないことはいっぱいあるんですよ。とどめだってことで、よし、やりました。10試合取りましたね。いやー、怖かった。これはちょっとやばかったです。本当にね。というわけで、一旦、ここで動画切ります。というわけで、なんか暗号の
ね、ID、今メッセージが届きましたってなってますけど、この暗号のような ID の方、こと、ジャガーノートさんですね。YouTube での名前はジャガーノートさん。と、10試合やらせていただきました。いやー、本当に最初ね、バニラが来た時はちょっと、背筋が凍る思いをしましたね。はい。僕自身がね、僕自身っていうか、ディアボロ自身が、そもそも、苦手キャラというか、そういう感じが、あるんですよね。何かっていうと、やっぱり、足を奪ったが何回も入るっていうところがですよね。本当にあれ、プッツン使えば何回でも入るんだよ、あれ確か。ね。で、そういうところもあって、あとは、当て身っていうか、悪いのはこの、悪いのはこの手か、だっけ。ちょっとね、今、テンパって、やばい。なんだっけ。悪いのはこの腕か、で、ガードしつつ、あれね、打撃を無効にしてくれるので、本当にやばいですよね。で、キーラー打ち上げは本当に、こう、一緒にね、敵、味方、敵と自分関係なく、爆破するところまた面白かったですね。やっぱりジャガーノさんといえば、結構キラー、川尻っていうイメージがやっぱありますね。最後のホールホースは本当に、見ての通りというか、本当に、えぐい、いやらしいキャラですよね、本当にね。飛び道具もあって、近くにね、水たまりをこう設置してるだけで、特にこう、攻めれないっていうね、もう本当にあれ、最強の防御壁でございますね、あれは本当に。で、簡単にダウン中に、グレートヒートアタックも入るということで、本当に強いですよね、ホルホースもね。でも、ジャーンさんも結構いろいろなキャラがこう使えるという感じですかね。本当に、そういうところはいいと思います。本当にね。これからも、頑張ってください。ぜひね。僕も本当にこう見えて、経験不足というかね。こう見えて結構いろんなこと、知らないことだらけだったりするんですよね。ディアボロばっかり、ディアボロ一本でず、続攻でずっと使っているから、これだけ強いというだけであって、他のキャラは一切、もうほぼ一切使ってないという状況なんで、全然、わからないこといっぱいあります。本当にね。なんで、そのうちわからない殺しっていうかね、わからん殺しとかされそうですよね。本当にね。はい。そんなわけで、今回はジャガーノートさんと、10試合やらせていただきました。本当に今回はちょっと背筋が凍るような、思いをさせていただきました。ちょっと怖かったです。本当怖かったです。やばかったです。はい。ということで、また次回よろしくお願いいたします。では、今日はこの辺で終わりますね。お疲れ様でした。